令和5年3月15日、阿蘇市一宮町の阿蘇神社で、うじ子たちが松明を振り回して神様の結婚を祝福する日降神事が行われ、幾重にも重なる炎の輪が現れました。日降神事は、国指定の重要無形民族文化財、阿蘇の農耕祭事の一つに数えられる田作り祭りの一部で、 農業の神様である国辰の神が姫神を迎えられた際に、氏子たちが松明を振りかざして歓迎したのが始まりと言われています。午後7時過ぎ、阿蘇神社に姫神の御神体が到着すると、神社参道で待っていた氏子たちが、茅を束ねた松明に火をつけて頭の上で振り回し、姫神を歓迎しました。 御前迎え神事ともいわれる国立の神の結婚の儀式は拝殿で行われ農業の神様とあって五穀豊穣も合わせて祈願その間も参道では絶え間なく松明に火がつけられ神様の結婚が祝福されました昨年に引き続き一般客の体験火降りは中止となりましたが楼門復旧工事で今年役目を終える素屋根の前には 大勢の人が集まり、炎の輪が織りなす幻想的な風景を楽しんでいました。結婚した目音神は阿蘇神社から鮭宅へと向かい、たつくり祭り最終日となる18日には、目音神の前で稲作の工作過程を演じる神事が行われ、今年の阿蘇での豊作が祈願される予定です。